こんにちは。アーチサイドのカスタムレベルをやっていっています。今回は10から17までいきましょう。10、右、この空間が無限。1、2、3、4枚、右に行くにはこの空間以外の3つの空間が外側に出ていれば良い。この空間を無限を作る状態にした上で3個を取り出す。だから青い部屋に青以外の3枚を取り出してくる。だから違うな。え、合ってる。外に出たらブロックはもうブヨブヨになるから、あ、ブヨブヨじゃない、あのブヨブヨだったらブロックが硬くなるから、あとは緑から青を取り出して無限を作って外に3個出したら外のブロックが固まるので自分が入れる。 OK、 ここは簡単。アウトサイド11、この人の作品はさ、こういう空間が使うのか分かんないところが怖いよね。パズル的に、なんていう、その穴抜きみたいな。最小限の壁で作ってるから、こういうところ塗ってないんだけど。っていうことは分かる上で怖いよな。なんか、突然、あれ、そこ移動するのかみたいな。リファレンスの章で習った。ああいう移動を突然持ってこられると、めちゃめちゃ盲点になりそう。右に出てると、無限。この世界の無限は一種類。プレイヤーの上に、ここに本体を入れ、そっから左に、なるほどね。どういうこと？これさ、多分違うわ。合ってるわ。これゴールの仕方わかんないよ。あのさ、今頭の中でこれをここに持ってきて、ここからこっちに、ここなんかこれどれか出してってやってたら、この空間から自分が下に出てくる方法が見つかんなかったから終わったんだけど、そんなことないのか。あ、そんなことないわ。この空間から隣に、そんなことないわ。この空間が隣に出たら自分はここから出てくるからゴールなのか。やっぱ本体をここに持ってくればいいだけのように思える。それをするには、本体が、クローンに食われればいいから、これで外側が埋まったんで、本体がクローンに食われるためには、これって、そっか、クローン側の方が空を優先しちゃうんだ。クローン側が、いや、これどこであっても同じだよね。クルーを優先する。狂った。何が起きた？なるほど。なるほどじゃないよ。ここだったら、なんでここだったら起きないんだ？ここだと本体がこれを食う。本体の右側は、ここがなぜ食うが発生しないかというと、この物体は食えないからなのか。でもこれをずらしてこれをこうすると、なぜこれが食えるかというと、こいつはまだこいつを食う能力を持ってるからなのか。こいつじゃないからね。
こいつは食えないけど、こいつはまだ食う能力があるから、こいつがこれを食える。え、もうダメです。もうダメです。いや、え、もうさ、これをさ、ああ、ごめん、逆だろ。じゃあ、逆でしょ。あり？真ん中ここか。こうする、違う。こう押す、割り？せやん。せやな。せやな。そうか。いや、左側で宇宙作ればさ、大丈夫かなと思ったんよ。そうすればこれを、この物体を左にずらせるなと思ったんだけど。左側に宇宙作れなかったね。それってこれが壁にあってもやっぱダメだよね。そうだよね、本体はそっちなんだから、そっから出る。うむ。あら、すごいシンプルな問題なのにわからないな、これ。これをどうやって取りますか問題で、これを取るにはこの物体の左側が固まってないといけなくて、この物体上に持ってくんかな。いや、なんでってなるね。あんなとこ入れない。左の空間に壁を作る、なんかめちゃめちゃ見逃してる概念がある、のかな。すっかりそれ忘れてましたわみたいな。これを出すと、これに入ると、それすると無限空間をまた拾い直せないか。無限空間というか、外に飛び出した本体を救うことできるんではないか。え、何を言ってるかわからないと思うが、俺も何を言ってるかわからないぜ。これさ、ここにさ、あの本体出てきたらめっちゃ嬉しいなと思わない？そんなことできないのかな？今何が起きてんの？今何が起きてた？ああ、ダメか。無理か。今の絵で見てると無理っぽいな。この本体を、ああ、そうだよね。あの本体より右側をやってんだもんね、これはね。無限を生成してしまってから、無限を生成してしまってからだと左側に詰めることができる。違うね。外側に出たクローンは食べる能力を失っているので、これ以上は何もできない。
いや、ここに本体を持ってくるっていう発想をずっとやってるけどさ、それが嘘なのかな。ここに本体ないとこんなところに物を置けないから、ここにやっぱ本体を持ってくるべきで、本体を持ってくるにはこれを左にずらすんだけど、これを左にずらすってことは、こうなってる物体をこっから入る以外になんかあるのか？こうか。え？そうだ。そうなんだよな。そうなの？そうなんだよな。そうなんだよな。ここから、そうなの？ここからこっちに来ても別に、これが左に行くわけじゃないんだよな。ギブです。12。そろそろどこがダメだったか覚えてない。イプシロンと。無限と無限。上に出るには、これの上から入る。後ろ。イプシロン一旦入ると出てこれない。イプシロンの中にダミーを入れとくと、違う、イプシロンの中に本体を入れとくと、本体がイプシロンの中に入ったのです。で、イプシロンの空間だと物の出し入れがまだできるんです。でも私は上から下に出る方法が欲しいわけで。これと箱が2つなので、足りまへん。ですね。3つものが必要なのか。3つもものがない世界じゃないですか、ここって。あるのが、ブロック2つしかない。イプシロンに入れなければいいのかな、これ。つまり、こうしてここから入ると、ここは解消可能なので、あ、違う、出られん。これはなんだ。これはそうか。イプシロンを作るための、その茶色いブロックの無限空間に入って出られないのか。これをした上で、これも持っていき、そこに入れば私は上に戻れるだよな。ちょっと待って。これでもブロックは、ちょっと待ってよ。この上いけないもんな。
た後にこのブロックなくても入え、そうか、これイプシロンに入ってるわけじゃないんだ。あーすごいな、全然頭に入ってこない。今イプシロンの世界の中にこのブロックが入っている。終わりだよね、それは終わり。うーん、これが置いてないとダメだが、これがうーん、このブロックを上に押したらそうなって、そこに自分が入れればゴールってか。このブロックを下に下げることって、頭おかしになる。うわ、これでさ真ん中行きりゃクリアなんだな。つまりこの上の空間が、でもな、これ上に向かって押さないと入れ直せないもんね。この物体をずらしたりしたら入り直せないから、あそこにじゃあどうやっていくのってなって、ここの無限、ここが無限に行き可能なのか。そこにこれ入れたろうかな。無限だわね。無限だわさ。無限だわさ。なんかすげえ溶けそう感ある状態に持ってきてる割には、わけわからんね。溶けそうなんだよな。マジか。マジか。すごいな、このレベルパック。違う。上に持ってって、組み立て方だと思ってますが、下から上に入るしかない。この空間のループが壊れてるかどうかはあまりこっちには関係ない。この空間が壊れてるだけだけど別に戻れる。決め手が分からん。この空間の上に行って、だけどこの空間の上に行って下に戻るっていうのができないだけなんだよね。この部屋の上に入るには、この部屋を、下を固めておかないといけない。だけど、この部屋の下は、ここが空いてるので、固めはできない。無限に出しちゃっても、この空間に入りに行けないから、そこに入れない。
どうするのと。どうするんだ。どうするんだ。詰めがわからんな。現状どうなってんの。これはそうだよな。無限空間がどっちもあるんだね。無限空間がどっちもあるんだね。いやー、わかんない。ごめんなさい。パス。一通り最後まで見てみよう。出れん。また下に入るにはこのブロックの上にダミーがあって違うな。あんなとこどうやって行けばいいの。このブロックであそこに入ることが不可能。わけわからん問題を出さないでくれ。いや食うけど、食うけども、これは勝利条件ではない。対して無限空間はできん。この空間、この問題は無限空間は別にできなくて、あ、でもイプシロンは作れるか。イプシロンから上に向かって飛び出して入ることができる。そうか、これ上を上が動かないっていう状態でここに自分が入ればクリアか。そうか、そうか、ゴール条件簡単になった。イプシロンに箱3つ持ってって、ゴールの箱持ってって全部上に持ってければいいのかなと思ったけど、イプシロン作れるのはここだから、ここにこれを置いた状態でここに入ったらイプシロンに行くので、ここにこれを、これをここにセットした後にこれをここに入れるのかな。一つは、これがこうなってて、だよね。だからそこにこいつらを持ってきたいんだよな。で、上のあれも持ってきたい。今イプシロンの世界に入ってるから、でもここはできそうな感じがするね。イプシロン作ってそこにこの3つを入れて、間違え
たら取り出して、これを下げてイプシロン作って出てきて、このブロックをイプシロンに送り、自分が入り、この3つを上に上げると、これが固まってゴール。他のステージもだからこのぐらい理屈でいけるんじゃないかなっていうのが自分の思いなんだよな。出た。プレイヤーがそこに入って、かつなんかゴールを置かないといけないブロックがある。イプシロンだ。どうなってんの？このイプシロンとこのイプシロンが別物なの？この、どういうこと？これとこれは入ってみた方が早いか。このステージでイプシロンを作るのは？ああ、入れるのか。こっから入ると入れて、そっち。やっぱあっちだ。作られるイプシロンこっち？じゃああのイプシロン何？ああ。何が？この空間はどこ？ああ。多分これなんじゃないかな。こっちのブロックのイプシロンがここで、こっちのブロックのイプシロンがここなんじゃないかな。だからこのブロックを、え？何言ってんの？この空間のイプシロンがこれで、この空間のイプシロンがこれなのね。え？何言ってんの？え？え？もうわかんねえ。実体とクローンが初期盤面で見えてないやつ、マジでわからんくなる。あのね、このゲームは、その、クローンなのか、色違いの別個体なのかが判断できないのが結構やばいよね。ともかく、できることをやるしかない。今できるのは、あのイプシロンに物が詰め込めるんだけど、わからんことなった。下に向かって食っちゃうの？ダブルイプシロン作るにはイプシロンが、あれ？そっち行ってる。どこだよ、これ。これは、え？この空間に定義されてない、またもう一個別のイプシロンがある。ごめん、全体構造がわからん。ここのイプシロンは出入り自由だけど、ここのイプシロンは出入りできない。このイプシロンは何者？このイプシロンはこのループの何者だ？本体の方の、え？この本体そのもののループ違うな。イプシロンは入った世界のイプシロンになるはずだから、今の場合はなんだ？イプシロンに入る親の世界のイプシロンだから、
この世界のイプシロンは定義されてないのか。でもここ入るとここ一個どこだよ。この物体の体のシングルイプシロンはここでダブルイプシロンはここなんだよな。だけどここからこっちに入るとこれじゃない方のイプシロンに自分が転送されてるっぽくて、そのブロックが何なのかが分かってないです。今の自分の頭では理解できない。そんな物体あるけってなってる。ともかく目的はあのイプシロンって何者なのっていうところに入らないといけないんですよ。私よくわかんねえイプシロンに自分が行かないといけない。よくわかんねえイプシロンはあそこなんですよね。ああ、だからそっか、あそこ、あ、え、この空間ってさっきの これなの。なんか変じゃない。この空間だとしてさ、なんでその死んでる扱いになっちゃうの。これわからん。そうだよね、やっぱ遅れるよね。だったらこれを置いて親のところに戻ってくればいいから。なるほどね、最後この2つ入れる順番が逆だっていうことは分かりません。この2つを入れ替えることはできるのか。これを下げるか。そうするとこうなるから、無理かも。ぬぬぬ。いや、これをどかしとけばいいんだけど、どかしとくと順番入れ替えられるもんね。そうすると。どうしたいんだっけ。順番入れ替えられなくないか。ちょいってところまで来てる。下に向かって入れるはできない。
今何をやろうとしてるんだというと、これを先にあのイプシロン世界に、これえじゃこれより先にこっちをイプシロン世界に入れたいよねをやりたいんだよね。だからこれがここにセットされた後で、これが入ってこれが入って自分が入るっていうのができればクリアっぽいかった。もしくは、いやそんなことやんなくていいのかな、イプシロンに入って出てを繰り返していれば別に良かったのかな。これで一旦これを押し込んだイプシロンに入っ、ダメか、出られないのか、そうだ、入れ替えるってのが全然わからん。マジやん。あ、じゃあこれを先に今入れればいいのか。これ今入れて、これを入れて入る、こうしてクリア。何をやったの最後、なんかすげえ複雑な動きをしたけど、でもこのステージは方針があの最初から当たってたんで、さほど難しさはなかった。あと3つ、左下がエッジ、3つ入れないといけないが、こんなにシンプルなステージあるんかい。3つ入れないといけなくて、押し込めるものが全くないので、全くないので、自分が外に出たらおしまい。外側に出せるオブジェクトが、これ含めて3つだけど、うん、3つだけど、これに入れるもんなんてないよな。うん、あー、上に2つ詰めるとここからいける？この物体はこの下のラインを動かすことしかできない。あの物体は下か上に出すしかできない。終わり。じゃあ上半分は何に使うんだ。この物体にこれを入れるとかは今できるけど、これ丁寧にさ、ブロックを入れることないと思うよね。このブロックの中にこういうブロック入れとかないといけない気がする。構造がわからない。無限空間、
左か下に対してしか使えるものが作れないんで、この子が一番難しい。この子右に対して引っかかるものっていうの概念がないから、分からん分からん。ちょっと手を動かします。3、これ以上いけない。こうするとここはこうなんだが、別の宇宙来ちゃった。別の宇宙来ちゃった。ループ構造、このブロックを入れたブロックは無限になるので、そのブロックから無限は作れる。このブロックを食うには、このブロックの外側に3つ必要になる。つまりこのブロックの無限に行く時に残ってるブロックがほぼない。ほぼないけど不可能かどうかわからん。堀を最初に出しちまうとその後何もできない感あるよな。全くわからぬ。16、されたの今。まずこれとこれが本体で、これとこれがクローンで、これも空間だな。これとこれが対応なのか。ちょっとこれ全体図見ましょうか。まず3つ、そうだね、3つ空間があり、まず緑の空間に茶色が入る。茶色の空間に、あれ？これ緑が2つある？これえ？これとこれとこれとこれってどれとどれが対応なんや？わからん。これとこれはわかるんだけど、この色ってどっち？こっちか？これはこれ？これはこれか？なんかちょっとこっちの方が青っぽいか。ここの、いや、これはだからこれに対してこれが入って、で、これがここに入る。取り出すと、そうなって、これがなんでこの空間の、あ、これか。ここの、この世界の外側がそもそもないから、別にこれ無限関係なく、外に取り出した。で、こう、この物体から
なんだそれ。そうだね、ここは壊れた空間ではないから、この物体からまだブロックが飛び出すことが可能で、この物体から飛び出してるのでこっちに動いている。でこれをやると、この物体に対して左に入れるので、これわかんなくない？これ何が起きんの？この瞬間に。この物体に対して左から右にブロックが入ってくると、なんでこれ何？これ何？これ何が起きてんのよ？これ何が起きてはるの？ここが本体だから、ここの本体に対して、これが重なっている。まあ、こいつがこれが俺を左に押すことによって、この物体がこれを食いました。なんでこの空間に左から右にブロックが入ってくるんだけど、右に入ってくる動きと、なんでここのブロックが右にスライドしてるのが全然今わからない。このブロックが右にスライドするのはなぜかというと、このブロックに対して左側から右に向かって入ってくるっていう動き方が発生して、それはこのブロックに対しては右に向かって移動する力として動くので、こいつがこれを食うってこと？こんなのわかんないじゃんね。こんなのわかんないじゃんね。こういうものはね、もういいんだ。怖いのがさ、さっきのあれを踏まえてここをやれって言われたらもうダメだよね。この空間そのものと黄色い物体があって、それぞれのクローンがあるステージで、この物体に3個石を詰め、自分は右上に出ないといけない。自分が右上に出る方法は、このブロックから、違うな、このブロックに入るはできないから、やっぱこれか、このそのものからここから出ていって、すぐ右左側に同じブロックが連携されているというのができてれば良い。つまり自分の左側に箱を出して、その箱がそれ以上左に行けないとか、物を食えないとかだったらいいんだけど、それをするってことは、この空間が閉じてないと食っちゃわないか。捨てないとダメだね。これを捨ててさ、あ、ちょっと、まあ、捨てる場所変なんだけど、
これを捨ててこれとこれで入れるかっつったらこれ入れるよね。入れるけどこの空間も空間じゃないといけないからこれはどうやったら入れる。あれじゃあそこに黄色を持っていくのが正しいのかな。え、でも黄色だとしても入っちゃうな。ゴールのやり方わかんないな。プレイヤーの目の前に箱を置いてるんだけどその箱は奥に詰まってなくとも通過ができる。通過だけだったら今の方法でできるのか。あそこに本体を置いちゃうとダメだ。ここに置くのは本体置かないとダメなのかな。ここに本体を外に出すって無茶なんだ。できるのか。でこれが本体でこれをここに押し込んだ後に自分がこっからこう来ればこっからこう入るからここに自分がいるからその次もう一回左に行けばクリアっぽい感じがする。本体をあそこに入れる。そんなことできるかと。これをちょ、待てよ。これをこれをあそこに入れるためにはここやばい気がする。ここやばい気がする。この黄色のブロックパイプとしてなんか使わないといけないような匂いがしてる。本体を直接ここに持ってくことは不可能なんで構造が狂うから。だけどこのクローンモルトも左に持ってっちゃうとクローンが邪魔してゴールできないのでパイプを使ってどうするんだろうな。この本物パイプをここに置いといて自分が中に入るとこっから自分がワープしてくるんよね。それが何なんだよな。ここに置いてあるものをどかしてここにパイプがあってそのパイプに自分が入ってこのパイプから左に本物を出せるかというと本物をこの中に入れてここに入ってるからダブルループ。ああ下のエリアのものをどかさんといかん。
本物が左？何をやりたいんだっけ。これは今押せてるのはなぜ。この本体にいる私がこのブロックを押しちゃうのか。そうするとここにそのブロックが入り込む。あら、ゴールの姿すらわからんずらね。やべ、もう1時間になる。こんなところか。こんなところですわい。じゃあ解けなかったやつらは、解けなかったやつはどれだ。記憶が定かでない。解けなかったやつはどれだ。これってこれと、あ、これだ。まずこれで6が解けなかった。これも解けなかった。6と8とこれか、11と12と。15と17、6、8、11、12、15、17の6問が解けない。17問中6問が解けない。不合格かな、じゃあ。こんな感じです。こんな感じです。まあ、解けたらまた動画にします。ということで、お疲れ様でした。